皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は嘘つき姫と盲目王子のファミ通紹介をしていきたいと思います。先ほどの続きです。王子、姫は王子を導きます。自身の罪を償うために、魔女の館へたどり着くには人食いの化け物が救う危険な森を通らなくてはなりません。森には二人の行く手を阻む仕掛けがいくつも待ち受けていて、先に進めば進むほどその仕組みは一層難関なものになっていきます。能力を使い分けて王子を守ります。王子は盲目ゆえに長い距離を一人では歩けません。そのため狼の化け物は歌声を大小に手に入れた変身能力で、鋭い爪と高い身体能力を持つ狼と王子に触れることができる姫の2つの姿を使い分けて、王子を導きながら森を進んでいきます。姫の姿では王子の手を引くだけでなく、お願いをして物を運んでもらったり、短い距離を歩いてもらうこともできますが、非力な状態になります。森の化け物の中でも特に強靭な体を持つ狼の化け物は、その力で他の化け物を倒せるほか、障害物を破壊したり、高い段差を乗り越えられます。ストーリーとアクション2つのパートで描かれる物語。本作では2人を操作してステージをクリアするアクションパートと、おとぎ話を読むように楽しめるストーリーパートが交互に進んでいきます。アクションパートではいくつもの線で描かれた影、森の奥行きが感じられる多重スクロール、柔らかな光の質感など、温かみのある繊細な 2D グラフィックで世界観を表現して、さらにストーリーパートのイベントシーンでは、声優の近藤玲奈さんによる朗読が挿入されるほか、画面のテキスト表示が切り替わるたびにページをめくる演出が入るため、まるで絵本の世界に入り込んだような感覚を味わえます。森で2人を待ち受けるもの。森の中には、多種多様なキノコが生い茂る巨大傘の植え床や、人を惑わすような仕掛けが待つ魔女の庭など、さまざまなステージがあります。用意されている仕掛けや出現する化け物はステージごとに異なるため、新たなステージに足を踏み入れるたびにプレイヤーの知恵が試されます。狼と姫の姿を状況に応じて使い分けて、仕掛けの謎を解きながらゴールを目指しましょう。洞窟のステージには鳥のような化け物が出現、常に空を飛んでいて頭上から襲ってきます。乗っているものの重さで上下する足場、乗り越えるには狼の化け物の重さを利用する必要があります。収集要素、花を集めることで明らかになる物語。ステージには王子が好きな花が咲いている花畑があります。姫の姿になって花を摘んで王子にプレゼントすれば、王国に伝わる魔女のおとぎ話を教えてもらえます。またステージの各所に舞っている花びらを集めれば、手に入れた枚数に応じてキャラクターやステージの設定資料を観覧できるようになります。王子の話すおとぎ話と森の魔女には 何か関係があるのでしょうか。花びらで解放できる設定資料には化け物のアイデアスケッチもあります。まあそんな感じですね。まあ次号は発売記念特集をお届けするそうです。まあそんな感じで、今回はこの辺で嘘つき姫と盲目王子のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。